ブルーミンデイズ。日々これ良き日。Interest in blue.蚊に刺されやすい人、刺されにくい人、同じ場所にいてもなぜか自分だけ刺されてしまうということはありませんか？私はどちらかというと刺されやすい人。先日も撮影のため訪れた落合川の遊歩道で刺されました。同行したディレクターは一箇所も刺されることなく、体質の違いなのかなと思っていましたが、調べてみるといろいろ知らないことが分かりました。今日のインタレスティンブルームでは、夏の敵蚊の撃退方法、最新の蚊よけ対策いろいろと題して、蚊の撃退方法についてご紹介いたします。2014年にビル・ゲイツ氏がまとめた1年あたりに殺す人間の数が多い動物トップ15によると、ダントツの1位が年間72万5千人を殺している蚊。南米、アフリカ、南アジアの途上国で猛威を振るっているマラリアをはじめ、私たち日本人にも未だに毎年感染が報告される日本脳炎、フィラリアなどの線虫病原体、黄熱病、デング熱、ウエストナイル熱、チクングニア熱、リフトバレー熱など深刻な伝染病が蚊を媒介したものであるというのがその理由です。人間と蚊との戦いは古く、古代エジプトでは蚊が飛んでこられない高さのタワーの最上部で寝たり、蚊よけのため肌に火増を塗ったり、蚊帳を釣った中で寝たりしていたといいます。日本でも奈良時代の万葉集には、松や杉、よもぎを燃やして煙でいぶし、蚊を追い払った防蚊対策の痕跡が記述されています。日本には約100種類の蚊がいると言われていますが、身近にいてよく知られているのはヤブ蚊の一種、ヒトスジシマ蚊やイエ蚊に属する赤イエ蚊。日中から夕方にかけて活動が盛んになるのが、デング熱などの感染症を媒介するヒトスジシマ蚊。夕方以降に活動するのが赤イエ蚊です。眠っている時にプーンと飛び回り、睡眠を邪魔するのがこの赤いエカなんですね。アース製薬によると、ヤブカはもともと北日本では見られなかったけれど、温暖化の影響で生息域はだんだん北上しているとのこと。最も活発に動く気温は25度から30度程度。猛暑日など暑すぎる時は蚊も活動が鈍ります。蚊は普段は花の蜜などを吸って生きていますが、メスが産卵するときだけ人の血を吸います。卵に必要な高タンパクの栄養源として他の動物の血を必要とするため、人が出す汗などの匂いや呼気に含まれる二酸化炭素を感知して近づいてきます。子供が刺されやすいのは体温が高く、よく汗をかくから。お酒を飲んだ人が刺されやすいのも同じ理由で、飲酒によって体温が上がり呼吸数が増えるからだと言います。他にも日焼けしている人、暗い色の服を着ている人、血液型が O 型の人などが刺されやすいようです。最近では足にいる常在菌の種類の多さが関係していることも分かっています。私が刺されやすいのも汗っかきで血液型が O 型だからなんでしょうか。蚊を寄せつけない方法として、
次にご紹介する内容が有効だと言われています。一つ目は汗をこまめに拭く、これは体温を低下させるということです。二つ目、黒っぽい服装は控え、白や黄色などの薄くて明るい色の服装にする。三つ目、蚊の嫌いな柑橘系のアロマを焚く。その他、眠るときは枕元に酢を入れたグラスを置く、蚊が飛んできたらテレビをつけるという方法も効果的だとか。テレビについては、テレビが放出する熱の方が人間の体温より高いため、そちらに引き寄せられると言われています。本当なんでしょうか。それではここで1曲お届けした後、後半はハイテクな蚊よけ家電や最新テクノロジーを駆使した蚊の撃退方法についてお話し続けます。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。Interest in blue。前半では蚊に刺されやすい人、蚊を寄せつけない方法についてお話しいたしました。自家熱やデング熱、マラリアなどの感染症を媒介する蚊、人間は未だに地球上で最も危険な生物ともいえるこの虫を撲滅する究極の方法を編み出せずにいます。古くは松や杉、よもぎを燃やして煙でいぶしたり、蚊取り線香を使って蚊を撃退してきました。最近では最新の科学技術を投入して長い蚊との戦いに終止符を打とうとしています。ここからはハイテクな蚊よけ家電、IT など最新の機器を使った蚊の撃退方法についてお話し続けます。まず最初にご紹介するのは、据え置き型で自宅のリビングや寝室を蚊から守ってくれるシャープの蚊取り空清シリーズ。簡単に言うと、空気清浄機に蚊取り機能がついた製品なんですが、紫外線で蚊をおびき寄せて、空気清浄機の背面から空気とともに蚊を吸い込み、粘着式蚊取りシートで捕獲するという構造になっています。薬剤を使いませんので、赤ちゃんのいるご家庭やペットを飼っているご家庭でも安心して使えるのが魅力です。実際に使っている方のレビューを見てみると、蚊以外にもコバエや小さな虫も捕獲できるため、水辺や草むらが周りにあったり、侵入経路が多い木造住宅ではかなり有効なようです。逆に都心部や高機密住宅では蚊そのものの数が少なく、効果が実感しにくいようです。あくまでもメインは空気清浄機で、蚊取り機能はサブ的な位置づけのように思います。これから空気清浄機を購入しようと思っていらっしゃる方は、検討してみてはいかがでしょうか。次にご紹介するのは、アース製薬が開発した蚊捕獲機、蚊がホイホイモスキートスイーパー。こちらは先ほどご紹介した蚊取り空清同様、紫外線と黒い筐体、さらに蚊の好む二酸化炭素と蚊が好む香りを放つ誘引剤で蚊をおびき寄せ、ファンで吸引して捕虫ボックスに捕獲する仕組みです。殺虫剤で有名なアース製薬ですが、こちらも薬剤は使用していません。赤ちゃんや妊婦さん、ペットを飼っているご家庭でも安心して使えます。また動作音も匂いもないので、寝ている間も全く気になりません。従来の蚊取り線香や殺虫剤では、床に転がっている蚊の死骸を拾う必要がありましたが、こちらは捕虫ボックスに虫を捕獲してくれる上、
捨てるときにはこのボックスを引き出してゴミ箱に捨てるだけなので虫の死骸に触れることがありません。とここまで聞くと大変に素晴らしい製品に見えますが、実際に使っている方のレビューを見るとかなり辛辣な意見が並んでいます。ちょっと怖くて買うのを躊躇するレベルです。気になる方は Amazon や価格 .com のレビューを見てみてください。次にご紹介するのはスイスのノピクス5社が発売したリストバンド型のウェアラブルバンド。ドラッグストアなどでもリストバンド型の虫よけリングをよく見かけますが、蚊の嫌がる匂いを発するアナログなリングと違い、こちらはかなりハイテクです。蚊は本能的に嵐や雷が近づいたら吸血対象を探すことをやめ、安全な避難場所を探して低空飛行するという性質があり、その性質を利用し嵐や雷が近づいている時と同様の微弱な電磁波を発して蚊に嵐が来ていると勘違いをさせ、その場から追い払ってくれるというちょっと変わったものです。こちらは蚊よけでも殺虫剤でもなく、強いて言えば蚊のやる気を削ぐための機器と言えます。気になるその効果ですが、80カ国以上で試した実験では蚊に刺される頻度を50から90% も下げることに成功したそうです。1台69スイスフラン、日本円では約7810円で出資注文ができます。ちょっと微妙なお値段ですが、効果があるなら試してみたいです。最後にご紹介するのが元マイクロソフト CTO ネイサン・ミアボルド氏が設立したインテレクチュアルベンチャーズラボの飛んでくる害虫だけを識別して撃ち落とすレーザー機器フォトニックフェンス、複数の光学測定器を使用して飛んできた虫の羽ばたく周波数、形状、大きさ、大気の流れとの相対速度を測り、狙撃対象かどうかを判別し撃ち落とします。検出距離は100メートル、田畑をカバーするように配置すればまさに見えない電撃フェンスを構築できます。さらに毎秒20匹の速度で識別狙撃が可能なため、虫が群れでやってきた場合でも 99% は駆除できるそうです。こちらはまだ実用化はされていませんが、現在アメリカ農務省での実地検査中とのことで、承認が出ればまずは害虫被害に悩む農家向けに商品化する計画です。最近ではアフリカや中東、インド、ヨーロッパの一部などで数十年ぶりの規模でバッタが大量発生して大きな被害が出ています。一日でも早く実用化できるといいですね。ブルーミンデイズ、日々これ良き日。